ベストマッチランキングトップ3の発表に参りましょう、はい、第3位に選ばれたのはこの試合です。第3位、ゴッドレフト圧巻の防衛劇、山中慎介対ゲバラ。Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated and reigning WBC Bantamweight Champion of the World, introducing Shinsuke Yamanaka! 今回も神は降臨するのか、山中慎介、5度目の防衛戦です。WBC 世界バンタム級のタイトルマッチ、山中慎介対アルベルト・ゲバラ。このゲバラ、非常に頭のいい、物事をしっかりと論理的に話せる選手であります。その頭で王座奪取計画を考えました。その通りに行くのか、山中慎介のあの左が爆発するんでしょうか。とにかく遠く離れて捉えづらい挑戦者であります。最初から、ね、自分のペースで行ってほしいですね。試合開始です、うん、久しぶりのオーソドックス右構えの選手が目の前にいます。今まで防衛戦からすると一番やったことないタイプですからね。そうですね、初防衛のダルチニアンの正反対にいる選手ですから、打ち込んでいきます。あ、右クロス、ゲバラから来ました。綺麗なボクシングするんですけど、入ってくるときはフックとかから、ね、入ってきますね。今ちょっと時間差があった感じでなんか動きれなかったんですね。だからおーっとカウターカウター、圧力あります。さあ抜けていきます。足を使います。ゲバラ、まあしかし川さん、よく動く選手ですね。そうですね、ただ今言って胸のあたりってのは一つ狙いどころではあると思いますけどね。西岡さん、ベリーストレートで動き止めたいですよね。あ、また打ち込んできました。今の左のボディ良かったですね。いいですか、はい、今の相手のパンチを待ってのボディですね。お互いがボディ狙いましたね、はい、今。そして痛み伸びていきます。山中陣営はまずは下から行けという指示を今出したばかりでした。そうですか、中で行けたら払わな、はい、左のカウターは効いた。少し手応えあったんじゃないですか。そうですね、追いかけます。いやでも、うん、詰めていきます。今日西岡さん一番強いパンチだったかもしれませんね。さっきのパンチが一番強かったですね。なんとなく感じがつかめたか、山中慎介、何か匂ってきましたか。まだ、まあなんか当たりそうな感じがしますね。あ、そうですか、はい、あ、飛び込んだ、自信を持って飛び込んでいきますね。ボディですよね、うん、狙いはそこいいと思います、はい、おー、下がりましたよ。下がりました。そして左が伸びていきます。右か左か、そうそう、どちらが最終的にヒットするんでしょうか、うん、山中慎介やっと驚いてくれそうですよ。いいパンチがヒットしてから、このアルベルト・ゲバラ、あれ出てくるのは、いや、まさか、おっとっとっと、打ち合いになります。入ってくるところ、打たれただけではありません、打ち返してもいました。ゲバラ足も止まってきましたね、ゲバラの方。あ、そうですか、おっとっとっと、パンチを連続させます。コンビネーションが出始めました。それでね、ジョフレがね、おっと左2度引き分けてるんですもんね。なるほどね。それで3度目の KO したんですよ、はい、そのミランダタイプです。ジョーさんが歴史を紐解いてくれました。正面から飛び込んでいきました、山中。いや、今あえて左にずらした軌道ですよ、これまでの蓄積ですよ。よく見た、落ち着いてマウスピースを加え直しました、アルベルト・ゲバラ。さあ、間もなくか、そう、打ち終わりすぐ相手の手が残ってる時に左のストレートを、やったー、ショートのパンチ、表情よりも弱ってますよ、ゲバラは。もう投げるかもしれません、これもうダメなのか、立てられるか、うなずいています。さあ、これで余計西岡さん、ゲバラ、はい、苦しんでもがいて前に出てきますでしょう。もうこれではもう勝つのにはもう倒すしかないですからね。おうおうおう、さあ、もう足がもう効いてませんね。左、ついに鍵が降りてまいりました。国技館に鍵が降りました。ものすごい左でありました。よく倒しましたね。倒しました。東に向かって突き抜けていきました。もう弱火で煮続けて最後沸騰させるって感じですよね。しかも爆発に近い沸騰でしたね。じわじわ弱らせて最後沸騰しましたね。さあどうだ、この勢いで海を渡ってアメリカへ、そんな感じのパンチでした。 He is the winner by way of knockout and still the undefeated WBC Bantamweight Champion of the World
新宿山中捉えきれないはずの新機能を見事に左が粉砕しました。山中新宿5度目の防衛に成功です。はい、お待たせいたしました。山中選手が、はい、第3位にランクインでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これで4連続 KO 防衛ね、はい、やっぱりあのどっか頭ちゃんとあったでしょ、はい、もちろん KO は意識しましたけど、はい、まあ、いざ試合が始まるとやはり予想通り、引いて引くなという印象でした。すごく距離は遠かったですね、ジャパンは。改めてですけど、やりづらい相手でした。やりづらい相手でした。もう初めてのタイプだったんで、はい、でもまあ中盤以降無理やりというか強引にジャブを当てに行って、そこから少しずつ距離が近くなりましたね。浜田さんはリングサイドでどのようにご覧になってたんですか、まあ、やっぱり、まあ、何が起こるか分からないという気持ちとですね、はい、まあ、あれだけ動く相手よく捕まえたというふうに、まあ、ある意味ホッとしましたけどね。やっぱり大層ですね、チャンピオンね。さあ山田さん出てきましたんで、あとは気楽にご覧ください。ですね。では続いてまいりましょう。ベストマッチランキング第2位の発表です。第2位、スーパーバンタム級最強決定戦、ドネア対リゴンド。ドネア、リゴンド、WBA と WBO の2本のベルトがかかっています。つまり王座統一戦、注目の一戦であります。4階級制覇を成し遂げているノニト・ドネアか、あるいはオリンピック2連覇のギジェルモ・リゴンドか。リゴンドの瞬間的なあのスピード、そしてドネアの卓越すべきあの戦術、そしてあのアドリブ力。さあ浜さん、はい、この軽量級現代で最高のカードと歌われているこの一戦が始まります。どこにポイントを当てましょう。まあ、ドネアのパンチ力か、それともリゴンドのスピードか、さあどっちでしょう。パンチかスピードか。この試合をさばきますレフェリーはベンジー・エステベスさんです。さあグローブタッチを行いました。両コーナーに分かれます。ノニト・ドネアかギジェルモ・リゴンドか、どちらのカウンターが炸裂するんでじゃありましょうか、あるいは違う展開なのか。まあ、普段リゴンドは若干ガードを軽めに構えてですね、要するに低めに構えて打ちやすい方向で行くんですけど、今日はやっぱりリゴンドガード硬いですね。中に入ってきませんよ、どちらに当たった、パンチ速いですね。後ろに1歩2歩下がりました。ノニト・ドネア右で下がります、そして左打ってきました。ボディ踏み込んできました。ドネアアウト、ボディ返します。ギジェルモ・リゴンド、そして上に返していったのがドネアの方です。リゴンドもう少し動くか思ったらそうでもないですね。もう随分近い距離ですよね。そうですね。サウスポースタイルはギジェルモ・リゴンド、まあ、オーソドックス。現在はノニト・ドネア、あっとっとっと早いですよ。大作します。そうですね、サッと入って、ね、もう一回左に飛ばします。続いてきました、もう一回左、アウト。若干ドネアが左のタイミングは遅れてますね。それかボディ、これは今ドネア右打ちましたけども、あれもちょっと遅いんですか、うん、ただですね、1ラウンド目の状況よりはだんだんタイミングが今やってれば合ってきますね。あ、そうですか、はい、ドネアもパンチを出します。おお、互いにボディ、おお、ボディと上交錯します。サイドパンチ、先に今度は日本で打ちます。今右ストレート当たりましたからね。ドネアちょっと狙いすぎみたいですね。もっとその軽いパンチで、軽い速いパンチでね、相手引き出した方がいいですね。ドネアはね、サウスポーに対してもね、ジャブ打ちますからね。ボディに右へしっかりと入ってますよね、踏み込んでますね、はい、あれでいいんですね。どうしても身長差もあります。それから、あーっと左、どうだ、あった、それ行きます、おっとっとっと、まともじゃないんですけど、威力ありますね。打ち合いになります、クリッチ、クリッチの前が左、威力ありますよ、ありますね、うん、左のストレート、まあ、今若干ドネア遅れましたけど、出しとかんといかんですね。後半にすごい打ち合いが見られました。ちょっと距離を置いて足を使ってみます。ドネア、それでね、ドネアの動き、おー、左、カウンター、カウンター、カウンター返しましたね。カウンターのカウンターですね。ありますね。
試合が膠着状態に入ったんで、まあ、ロバート・ガルシアトレーナーの指示で、ね、プレッシャー強めてますよね。でね、はい、ブーイングです。まあ、打ち合いということですよね、これね。うん、そうですね。リゴンドに対してでしょうね。リゴンドに対してポイント取ってるという考えだと思いますよ。あ、なるほど、なるほど。さあ、これから第10ラウンドに入っていきます。おお、ずっと近づいてきました。トネア、何を持ったか、これは。というのはね、リゴンドの足の動きが速かったんで、これ距離を詰めて動かさないようにしようということですね。ああ、なるほど。まあ、そういうふうに今思い切ったことをやらないといけない、はいはい、時でしょうね。ようやく何か思い切り、吹っ切ったのか。ステーペック明らかに言ってますね。そうですね、言ってますね、トネア。やっぱりね、一発があるから、ああいうふうに思い切ったことをやると出ますよね。本当とね、まずはジャッカルを左で捉えました。さあ、どちらがどういう計算をしていますでしょうか。あと3分間、ラスト勝負かも分かりませんね。ですね、WBA、WBO 世界スーパーバンタム級の王座統一戦。さあ、まず踏み込んでいったのがドネアです。山田さん、これドネア行くでしょうね。あーっと、カウンターもらいます。じゃあ、あれをもらうんですよね。今聞きましたよ。あ、そうですか。これ聞きましたよ。あ、下がりますね、下がりますね。これでリゴンドがじゃあ出ていくんでしょうか。このまま突っ込んでいくか、襲いかかるんでしょうか。左、浜さん、これ行くかもしれませんね、リゴンド。そうですね、リゴンドは左を振ります。1回目から流れ見てきて初めて下がったですよね。目を気にしてますね。あ、ドネア、ちょっとトラブってるのかもしれません。あ、隠してますね、はい、かなりガードをしっかりと目のあたり寄せています。距離感が測れないんですね。ドネとドネア大トラブルです。ドネア、うっとっと、目の前、まあ、むしろこの距離感が分からなかったらもっとくっついた方がいいですね。あ、そうですか、うん、そしたら月に君もかなりでもリスクがあるんではないでしょうか。あ、後ろがもう行けません。下がるとですね、もっとあのパンチ伸びてきますからね。あ、タンパカット、もうほとんど時間がなくなります。ちょっと右目腫れてますよ ね、 すね、あの一発で振り行きます。おーっと、空振り、完全に失敗がほとんど失われてるのではないでしょうか。見えーっと、っとっと、試合終了です。安定になります。駆け上がっていったのはギジェルモ・リゴンド。ドネアの快進撃がここで止まる可能性も大いにあります。ギエルモ、おー、今日はジャッカルの日です。キューバのジャッカルが日本のベルトを獲得しました。ついにドネア神話、ここで一旦ストップです。はい、この試合は山中選手もゲストとして生中継で ね、 ね、一緒に見ることができました、はい、いかがですか、改めて。まあ、ドネアと対戦することで本当に実力を証明できた試合だったと思います。リゴンドはね、はい、まあ、面白い、一般客から見て面白いかは別にして、はい、でもまあドネアは、最後まで、まあ、ダウンは取りましたけど、思ったことはできなかったですね、まあ、しかし、ジョーさん、このリゴンドは強いと言うべきなんでしょうかね。この試合に関しては、ね、作戦的にうまくいきましたよね。作戦が、うん、カウンターパンチャーの、ね、リゴンドが最初出たんですよ、はい、それで、ね、相手威嚇して、それから守りに入って出てこさせてカウンター取っていったわけです。それでね、10回目ね、まあ、これ結果論ですけど、ああいうラフファイトに持っていって仕留めてしまうべきだったかも分かりません ね、 ね、ドネアとしては、うん、結果論ですからね。でも、まあ、ドネアもその後再起しておりますし、この2人、まあ、来年も決して目を離すことができない選手、お二人でした、はい、2選手でした。